はい、本日はですね、ノースフェイスのコンパクトジャケットを紹介していきたいなというふうに思います。で、それがですね、早速こちらになってるんですけども、こちらのカラーはですね、2020年のカラーということになってて、まあ、早速見ていきたいなというふうに思います。で、こちらのコンパクトジャケットなんですけど、結構値段がまあ、リーズブルで1万円台前半で購入、半ばぐらいですかね、で購入できるってことで、まあ、結構リーズナブルになってるので、入門というか、初めてノースフェイス買い張る方であったりとか、あと通勤とかでさらっと着たい方とかっていうのに人気のアイテムになってて、一着持ってると結構便利な感じかなと思いましたんで、まあ、今回レビューしていくんですけども、まずですね、サイズ感っていうのがちょっとこれワンサイズちょっと大きめな感じの作りになってるので、僕が M サイズで今回こちら購入したんですけども、普段はだいたい L か M かちょっと微妙なところなんですけど、まあ後でサイズ感は見てもらうんですが、サイズの特徴としては丈感が少し短めで幅が広いっていうのがこのコンパクトジャケットの特徴であって、でさらにサイズもちょっと大きめっていうことになってるので、まあ僕は M でも若干大きいかなぐらいなんですけど、まあ普段のワンサイズ下ぐらいがまあちょうどいいんじゃないかなという感じでは思います。で次にですね、質感を見ていきたいんですけど、この触った時の質感っていうんですかね、まあ、ナイロンで作られてて、こういうノースフェイスのマウンテンパーカーみたいなジャケットって、こう、なんていうんですか、テカテカシャリシャリしてるイメージ、まあ、こういう今僕が着てるようなジャケットみたいに、こう、シャリシャリしてるようなイメージかなと思うんですけど、このジャケットはですね、そういうタイプではなくて、どっちかって言ったらコットンに似てる感じになってて、一応素材自体はナイロンで作ってあるんですけど、ノースフェイスお持ちの方やったらわかると思うんですけど、バーサタイルショーツとかバーサタイルパンツとほぼほぼ同じような質感でできてて、比較的生地は薄めで、なおかつナイロンっていうよりかはちょっとまあ T シャツの素材のコットンに近いようなイメージっていうのがこの質感かなというふうに思いますので、結構届いてからあれイメージと違うっていう方も多いらしいんですけど、まあこういう感じのシャカシャカした感じではなくて、まあちょっとマットな質感というかマットな素材感で、さらに生地も結構薄めっていうのが、まあこのジャケットの質感かなというふうには思います。でそしたらまあ時期的にはどれぐらい着れるんかっていうところやと思うんですけど、やっぱ生地が薄かったら結構着られへんのちゃうかんっていう方もいらっしゃると思うんですけど、まあ多分厚がりの方とかやったら冬場にこういうジャケットのインナーを入れれば全然着れると思うんですけど、まあ一般的にはまあ春先秋口っていうのがメインの着方になって、まあ寒くなったら多少は中に着込んでいくとは思うんですけど、真冬とかは多分寒いと思うのでよう着れないと思いますし、まあ一応ですね、これは先ほど言ったみたいに幅は結構広めには作ってあるので、中に例えばフリースを着てみたりだとか、あともうちょっと分厚めのフリースとかであっても着てても全然問題なかったりしますし、まあさらに冬場とかやったらインナーダウンって言って薄手のダウンを着張る方もいらっしゃると思うんですけど、そういうのを着た上でこのジャケットを着ても全然サイズ感としては問題ないような作りになってるんかなというふうに思います。まあ、なので個人的には中に着込むことも考えられて作られたサイズ感になってるんじゃないかなというふうには思います。でこちらのジャケットがですね、あくまでウィンドブレーカーっていうことで、まあ、風防風性のあるジャケットっていうふうにまあ書いてあるんですけど、完全に風を遮るっていうようなイメージではなくて、防風性のあるジャケットっていう感じになってるので、やっぱりまあ生地は薄いですし、これを着とけば完璧に風から守られるっていうようなイメージではなくて、まあ、他のジャケットとかに比べると、まあ、しっかり風は防いでくれるんですけど、まあ、こういったゴアテックスのジャケットとかはもっと完全に風を防ぐんですけど、それにしてはちょっと物足りない感はあるんですが、まあ、値段のことを考えればウィンドブレーカーとしては全然問題ないと思うんですけど、完璧な防風性を求める方であれば少し物足りないって思うかもしれないっていう感じにはなってます。まあ、ただですね、ウィンドブレーカーとしてやっぱ作られてるっていう部分もあって、まあ、この辺はさすがアウトドアブランドやなと思うんですけど、こういうベルクロ、袖口のベルクロでこうやってしっかり袖の隙間をなくしてきっちり止めれたりすることで風が入ってこないような仕組みができたりだとか、あと腰元のアジャスターのドローコードなんかをギュッて引っ張ってあげれば、腰の方から風がヒューって入ってくるのって、やっぱ秋口ちょっと寒くなったり春先もまたちょっと寒かったりすると思うんですけど、そういう風をしっかり防いでくれるっていうのがこのアジャスターのドローコードであったり、あとはフードですね、このフードのところのドローコードなんかも首元からの風の侵入っていうのを防ぐためにしっかりここで調節もできるような感じっていうのが、生地だけで考えると少し物足りない感は若干あるんですけども、まあそういう細かいところの機能っていうのは充実したウィンドブレーカーになってるんじゃないかなというふうに思います。であと気にされる方もいらっしゃるんで一応言っとくんですけど、ここのノースフェイスのロゴに関してはプリントではなくてロゴであるというところは、これなぜか気にされる方いらっしゃるので一応伝えておくんですが、表面も裏面もともに刺繍で入ってるということになっております。まあこれが刺繍である理由が何でいいのか僕にはちょっとよくわからないんですけど、一応刺繍になってます。でですね、まあこちらのジャケットがですね、そのウィンドブレーカーとしての役割もしっかりあるんですけども、例えば暑くなってきたりとかした時にしっかりコンパクトに畳めて、まあ名前のごとくコンパクトジャケットなのでコンパクトにまとめれて、でなおかつ小さい袋もついてあるので、
こういったノースフェイスのロゴが入って、これはあの刺繍じゃなくてロゴなんですけど、まあ、こういう袋に小さく畳んで入れることができるっていうことになっているので、秋口でちょっと暑い時とかはこういうのにパッて入れてカバンの中に放り込んだりとかできるような仕様になってます。まあ、なのでアウターっていうだけじゃなくて、まあ、ノースフェイスらしいんですけど、こう持ち運びとかもちゃんと考えられたような作りになってるっていうことで、まあ、機能的なところから見るとやっぱ登山とかでは全然使えないとは思うんですけども、まあ、街用とかであれば全然使えると思いますし、まあ、さらにこの撥水の加工っていうのがついてですね、まあ、これ例えば水とかパンってついたとしても水をしっかり弾いてくれるような感じになってるので、そういった撥水の加工もあるので、まあ、若干の小雨であったりだとか、水辺のアクティビティだとか、ちょっと飲み物をこぼしたりだとか、料理中だとか洗車中だとか、まあ、ビールかけをしてみたりだとか、まあ、そういった時に飛んでくる多少の水であれば撥水があるので弾いてくれるということになってるんですが、大雨とかがっつり降っちゃうともうびしょびしょになっちゃうと思うので、まあ、これから来る例えば梅雨の時とかであればこういうジャケットよりかはしっかり防水のジャケットの方がいいとは思うんですけども、まあ、そういった機能がついているということになっております。でですね、こちらのジャケットの、まあ、おすすめの方っていうのがですね、まあ、今まで特徴言ったみたいな感じで、まあ、例えば旅行行きある方とかやったら、こういうのは一着あるだけでパッてこういう袋に入れて旅行カバンに掘り込んだりとかできると思いますし、あとこれぐらいの大きさやったらボディバッグとかにも入ったりもするので、ちょっと肌寒くなったらこうバッグから取ってジャケットを着たりとか、まあ、僕もそれこそですね、ハワイって暑いからいらんなと思ってたんですけど、ハワイのバスってめちゃくちゃ寒いので、まあ、こういうジャケットを一着持ってボディバッグに掘り込んでおけば、まあ、ハワイのバスでブルブル震えながら移動する心配がないと思いますので、まあ、そういった旅行の方であったりだとか、あとこれレビュー見てたらあのジム行く時に着てますっていう方もいらっしゃったんで、まあ、さっと羽織るには、まあ、適してるような感じですし、まあ、先ほど言ったみたいに結構薄いので、まあ、結構軽くて薄いので、まあ、パッて羽織れてパッと脱げるのでそういう気軽な感じはあるんですけど、あくまでこれジムの時に着ちゃうとめちゃくちゃ暑いと思うのでジムの時は全然使えないんですけど、まあ、パッて着てパッて脱ぐぐらいの感覚で使えたりするので、まあ、ジムであったり買い物とかも使えると思いますし、まあ、さらに、まあ、値段的にも結構安いっていうところで、まあ、例えば大学生の方であったりだとか、あとまあノースフェイスを初めて買う方であったとしても、あの値段的にも安いですし、クオリティも結構しっかりしているので、まあ、入門編としてはいいんじゃないかなというふうに思いますし、まあ、ちなみに僕のチャンネルはですね、1.3% の方が高校生以下になっているので、中学生高校生の方が 1.3% を見てくださっているので、まあ、そういった方っていうのは多分ノースフェイスを見るっていうことはかなりおしゃれやと思いますので、まあ、そういったおしゃれ学生なんかにもおすすめかなというふうに思いますし、まあ、何よりこれのいいところは値段がまあまあ安くてさらに劣化しないっていうところがいいところなんで、まあ、1万5000円とかぐらいなんですかね、値段多分それぐらいで買えて、なおかつ、まあ、生地がボロボロ剥がれてくることもないですし、普通に取り扱っていれば劣化っていうのが起こらないので、まあ、長く着れると思いますので、そういった意味でもコスパはいいんじゃないかなというふうに思います。まあ、僕が今着てるような防水ジャケットとかはですね、物によっては劣化するものがあったりとかしますので、まあ、これもですね、ノースフェイス1万これ5000円やったと思うんですけど、プラス5000円ぐらい出して2万円ぐらいまで行けば防水ジャケットとかもあるんですけど、そういうジャケットって結構劣化しやすかったりしますし、じゃあさらに劣化せえへんジャケットって言ったら3万円ぐらいまで値段ガンって上がったりするので、まあ、それ考えるなら、まあ、このジャケットぐらいがちょうどいいと思いますし、まあ、防水機能俺はどうしても欲しいねんっていうのであれば、まあ、僕が今着てるような、このモンベルのジャケットはゴアテックスっていう生地を使ってるんですけど、そういうジャケットであれば、このコンパクトジャケットと値段が2000円ぐらいしか多分変わらないと思うので、本格的な防水ジャケット求めてはる方はこっちやと思うんですけど、普通にウィンドブレーカーでノースフェイスが欲しいっていう方はもうこれはもう間違いないと思いますので、まあ、いいんじゃないかなというふうに思います。ただですね、唯一デメリットがあるんですが、まあ、それは何かっていうと、やっぱりですね、こうパッて見てるよりも思ってる以上に生地はやっぱり薄くてですね、本当に僕が今普段履いてるようなこういうショーツと生地感はほとんど変わらないので、冬場はやっぱ着れないっていうことを考えると、着るシーズンっていうのは結構短いのかなと思いまして、例えば秋やったら本格的に寒くなってくるともう多分着れないと思いますし、で次に暖かくなってきた3月ぐらいからって考えても、まあ、4月5月っていうところが着れる限度やと思いますので、まあ、着れる時期っていうのはちょっと短いんじゃないかなというのが、まあ、デメリットかなというふうに思います。で、まあ、それ以外にはですね、まあ、機能としては先ほど言ったみたいにちゃんとベルクロがあったりいろいろ機能はあるんですけど、例えばジップとかはですね、こう丸見えになってて、止水ジップでも何でもないので、やっぱこういうところからは水が入ってくるので、例えばポケットとかに携帯とかスマホ入れてたり、あとまあラブレター入れてたりなんかするともうビチャビチャになっちゃって彼女に怒られる可能性っていうのは非常に高いので、撥水の加工はあるんですけど、まあ、ほぼほぼ濡れちゃうっていうぐらいの感覚でいてるのがいいんじゃないかなというふうに思います。まあその分こういう防水ジャケットであれば秋口からもう真冬も着れますし春先まで着れるので、まあ、着れるシーズンは長いんですけど、まあその分値段が上がっちゃうっていうところなんで、まあこのジャケットは割り切って冬は着ずに冬はまた違うジャケットを着るんだっていう感覚で着るんであれば全然いいと思いますし、まあさらに暑がりの方やったら冬でも中にダウンインナーダウンを着たりフリースを着ればいけるかもしれないんですけど、まあその辺はあまりお勧めしないかなというふうに思います。はい、ということになってますので、僕が178センチ65キロで
で M サイズを着用している様子を最後見てもらって終わりにしたいなというふうに思います。ではですね、本日はノースフェイスのコンパクトジャケットを紹介してみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。What happened? Guess we weren't meant to be. I know we had problems. I thought we could fix them.